娘ちゃん、あ、嫁ちゃんからチョコもらった、だって、うわ、素敵。お母さんはお父さんにあげてない、あげなさい。ゆうきさん、ハートありがとう。さくちゃん、お父さん、ハートありがとう。バラ86さん、チョコ、なん、チョコかな、ありがとう。キキちゃん、ママ曲にメールしてる、お、読みましたよっと。バラ86さん、チョコありがとう。さくちゃん、お父さん、ハートありがとう。海賊特急さん、虹色のシャリ、ありがとうございます。チョコ作らないよ、私は。チョコもらってないちょうだい。いぶきももらってないちょうだい。今日はもも局だったので、マネージャーさんとレイヤとスタッフさんに買ったチョコをあげました。それぐらいですね。イブからのチョコ待ってるのに届かないんだけどって。いや、届きません。今年はメンバーに、その公演とかだったらね、公演だったりとか、なん結構な人数に会うとかだったら、私だって作りますよ。作るっていうか、詰め合わせとかなんてやりますよ。けど今年はそんな感じじゃなかったね。ミクさん、クッキーありがとうございます。ルルルンさん、クッキーありがとう。たけしさん、ハートありがとうございます。私はね、こういうクリスマスだったり、バレンタインだったり、ハロウィンだったり、いつも DMM のカメラマンさんとかにも渡し行ったり、音響さんにも渡したりとかやっちゃうんですよ。だからもうマジでこんな大きい紙袋をこんな両手で持って行くの。メイクさんとかね、衣装さんとかにも。バラ86さん、ハットありがとう。フランさん、大好きなチョコありがとうございます。ハルタさん、ハットありがとうございます。ロキチさん、ハットありがとう。ホーランさん、クッキーありがとう。ミクさん、ハットありがとう。あ、熱い。ちょっとポポマル、虹色の星ありがとう。イブちゃん、まあまあ卓球うまいらしいじゃん。だって誰情報、坂本リノと見た。風間さん、ハートありがとうございます。佐藤さん、クッキーありがとうございます。リース、こんばんは。こんばんは。両吉、クッキーありがとう。ゆえりすとさん、ハートありがとうございます。スタッフさん、みんなにチョコ配るなんて素晴らしい。どうぞどうぞってします。おたやくし、タルトに早く会いたいね。ね、会いたいの。リノがワンちゃんをね、あのマロン以外に、マロンとも、の弟を買ったんですよね、ペットショップにね。ペットショップか分からんけどな。そのしたらもう可愛すぎて、公園の楽屋とかでね見るのさ、たまに。あのこういう家にこうあるやつ見せてもらって、もう可愛いの。赤つぎまんさん、クッキーありがとう。もえりちゃん、クッキーありがとう。あ、赤つぎまんさん、バラだ、バラありがとう。 TH さん、クッキーありがとうございます。ちゃんゆうさん、クッキーありがとう。チーといったかき具合、楽しかった、楽しかった。しゅんさん、しゅんさん大好き、ありがとう。りょうきちハートありがとうございます。やばい、べきみんなにバレンタインもらってる、嬉しい。前髪もくせん、かわいすぎるんだけど、何でも可愛いのは大前提。え、そう、前髪重くした。なんかね、リハ期間だったんだけどね、なんか前髪重くしたくなって重くしました。イエイ。え、ちょっと暑いかも。ストーブ入れてたらこっちだけ赤い。暑い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 。夜勤中にこっそり見に来たよ。だって夜勤頑張って。キキちゃん、ハートありがとうございます。りょうきち、ハートありがとう。そう、かき声は本当はもがみさんも行く予定だったの。前髪重め好きっす、ツイートしてたね。見たぞよ。暑い、暑かった。ストーブ見て、こっちだけね赤い。で、遅れたんだって。セーフ。ここ点終わったぞ。だって、あ、じゃあここ点終わった人たちが私の配信見に来るってことね。わかったわかった。
前髪重くして可愛すぎますってねー。でもねもうね髪の毛ボサボサ、いいのいいの。明日いぶきは久しぶりの公演イエイイエイ。でもねギリギリにしか劇場入れないの、なんでか知りたい？学校に行ってくるからだよ。学校に行ってリハ参加できないの。メガネサイズ間違ってますよ。だってはにゃ大きいよね。大きい方が似合うんだよね。わかる。あと学校も少しでしょ。はい、あと9時間行ったら今日終わる。明日明後日で終わらせてくるから、明日は7時間ぐらい受けてくるから。私も仕事はダッシュで行くね。だって待ってるね。久しぶりだ。顔が小さいから余計メガネでかく見えるね。なんかねメガネしてる方が顔がちっちゃく見えるのはなぜなぜ。そういえば15日に新しいリップつけるのよね。あ、そう買ったの。あのねいぶきがずっと使ってたディオールの、でもそんなに色が違うとかじゃないからわかんないんだけど、ディオールのピンクのねマキシマイザーがなくなっちゃったから新しいの買ったの。それを15日につけようっていうあれをして待機してます。待って、まだ7時間なんとか。偉すぎる、偉すぎ。7時間出てこない来るよ私は。こうやってさ目撃者の時いぶき寝とったら起こしてね。いぶきって言って起こしてね。モンモンハートありがとうございます。長秀さんクッキーありがとう。明日は映画見て公園行きますって。うわ何の映画見るの。いいな。お父さんの声聞こえない向こうでワーワーしてますね。山の香さんハートありがとうございます。いぶきっちさん猫ありがとう。明日髪型決まった。うん、やったことないやつやってみようかな。ここをこう半分に開けて、こう半分に開けて、毛量がなもうちょっと下を大きし、こう半分に分けて、こうやって半分に分けてみて、横でお団子とか作ってみたりなんてしようかなとか思ってるけど、どう？こういうやつ、こういうやつちょっとわかる？こういうやつだよ、こういうやつ。ちょっとわからんな。これをこうやってお団子にしてみるよみたいなやつとかどう思う？これこんなの。ちょっともうちょっと綺麗になるけど。こんなのなんてやってみたりなんてしようかな。ここをこうやって団子にする。頑張ってください。頑張ります。りょうきちハートありがとう。鹿児島のおじさんハートありがとう。あおいちゃんキャンディーありがとうございます。世界一可愛いだって。じゃあこれにしよう。明日インフル治ってからもずっと体調良くならん。19日の公演までには治しますだって。早く治って。てかご飯食べてる？ブーが作りてあげるわ。ハンバーグと唐揚げね作りてあげるねちゃんと食べるんだよ。出張で東京だから配信で見るね。だって出張頑張って、お仕事頑張って、東京バナナ買ってきて
紙でハート型とか作れる。作れるよ、何回かしたことあるかも。小僧さんハートありがとうございます。ハルコンは紙手と下手どっちが多そう？わからない。わからないけど楽しみ。3月9楽しみ。前ね、この前ツイッターでね告知したの、楽しみな曲やるよって。にしんしなんだと思うって言ったんだけどね、勇気ある。3月9の応募と思ってて間違えたの。3月9しかまだこれですっていう確実に完璧に完全に決まってないのね。だから4月の方はまだわからないのに、あの曲やるよみたいなこと書いちゃってマジで大嘘ぶっこいた。普通にごめんねって感じ。ごめん。とりあえず3月ね。3月9ね。はい、4月のまだ決まってないので、そう、みんないぶきって言ってるけどさ気まずいんだけど、いぶきがにししって意味でね。マジでごめん。にしししって意味で、ねんでてむーっていう企んでる意味で悪魔とハートなんてつけちゃったから、みんなもしかしていぶきって書いてておみきまずい。まあわかりませんよ、わかりませんけどね。すいません、あの絵文字に影響されないでくださいと思っても書かないでください。わからないですから。すごい寝るな。3月ってことかい。そう、3月しかまだ瀬戸りわかんないから3月です。大体ぐらいじゃないですかね。4月はニワトリシャン、クッキーありがとう。カイホッケーマンさんクッキーありがとう。3月9日は楽しみだって。待ってるねー。うんうんうん。唇めっちゃ荒れてんだけど明日まで治るかな。めっちゃ荒れてる。いぶき公園なんとかが来すぎていぶきの顔がチョコに見えてきた。なんで？美味しくないよ。いぶき甘いものあんまり食べないからしょっぱいよ。お腹空いた。あー、おはようございますって。おはようございます。りょんりょん虹色の星ありがとう。こんばんは、初見です。ありがとうございます。ハリネズミさんアイスクリームありがとう。信じられないほどカサカサしてんだけど。3日ぐらいリップサボったからです。やっぱダメだね、サボっちゃった。公演ないかったから一時、もうリハばっかだったからメイクもしなかったからさ、もうリップも塗らずにさ保湿もせずにさ寝てたら荒れた。残しいた。こんばんは、こんばんは。りょきちさんクッキーありがとう。うまっ。俺も乾燥しすぎて顔面あら、顔面あらじになってる。だって何それ。この後食べるの？食べないよ。今もう石橋家ご飯中だから向こうの部屋は。だからご飯食べ終わるまで私向こう戻らないから。そのためにショールームやってんの。みんなわかる？いぶきのダイエットに付き合ってちゃんと頑張ってみるから一旦。柿とのツーショット可愛すぎたわよ。だってそう、柿小屋行ったの。嬉しい。最近昼間あったかくて最高だね。だってね、あったかい本当に。
幸せね。早く春になってほしい気もするね。楽しそうな会話が。山崎パンさんハートありがとうございます。北さんハートありがとう。春いいよね。春いいよね。花粉がね、良くない。良くないけど仕方ない。けど春の季節は好きよ。だって可愛い。なんかジャンバーいらないから楽ちんやん。で長袖の方がいぶきは好きだから、とてもいいと思います。春になったら JK じゃなくなるよ。コスプレになっちゃうよ。だってそうなの。早くない？悲しいね。ブーが小卒業するってマジ。両吉ハットありがとうございます。シャツ一枚で過ごせる季節が好き。わかる。とてもわかる。いいよね。ソフトテニスさんこんばんは。こんばんは。東京は今日は暖かかったって。福岡も暖かかったよ。寒かったけど。綾乃さんハットありがとうございます。女子高生ちの施設が来るか W。 ちょっと理解ができない。ここ修行できそう。できる。9時間行けば終わるから明日 1,2,3,4,5,6,7 時間行って、明後日に2時間行ったらもう私は学校に行かない。あと卒業式に行くだけだから余裕です。はい。アレックスさんクッキーありがとうございます。イビちゃんもカメレオンになるか。だってえそうなの。カメレオンになるの。7時間です。えらいでしょ。休憩挟まないでいいですっていう人だから、お昼休憩とか挟まないから一気にできるの。5分休憩もいらないですって人だから、もう続けて続けて続けてやるからすぐです。卒業式みんなで行くのはどう？いぶきあれもらえた。みんなからなんかさ、 TikTok 流れてくるやん。なんかバルーンのさ、お花がさ、はいどうぞってさ渡されてるやん。絶対聞こえてるんだけど。聞こえてる？あのバルーンのさやつがさ、卒業式の時期になってやっぱ流れてくるのよ。だからいぶきお母さんに言ったもん。お母さんバルーンのやついぶき欲しいんやけどって言ったもん。どうしてもあれを持って写真を撮りたいからお母さんに言いました。私はね、自分でさ好みのやつ注文していいって。クマとかさあるんかなって言って。でもそれは悲しいじゃん。悲しいからみんなが持ってきて、ブーの学校に。じゃあ今から住所言うよ。学校名言うよ。持って行きたすぎる。もうあれいいじゃん。あのゆきバルーン風船好きだからさ、風船欲しい。この時期卒業ソング聴くと泣けてくるなんて。涙腺ゆるゆるや。イブはね、卒業ソングあれが好きなんだけどね。えなんだっけあれ、あのさ小学校の時、あ小学校に登る時にさもらうじゃん、あの CD みたいなのもらうじゃん。悲しい歌だよ。なんだっけあのさ、赤のうさぎみたいな人が歌う、
キャラクターが歌ってるやつ。先輩19卒業おめでとうって持ってくよ。だって欲しい、くれ。バルーンたくさん来たらイブちゃん飛んでいっちゃいそう。飛んでいかないわ、こらしょ。それです、多分。なんかあるやん、歌絶対あるよ。もらうのよ、幼稚園ぐらいの時に。多分こらしょ、歌、卒園の歌があんのよ。あった、大切な友達がいい歌だよ。ちょっと聞かせて。あ、これいい歌だよ。この、みんな聞いて、大切な友達っていう歌、とってもいい歌だから。みんな聞いてください。りょうきちハートありがとう。この歌めっちゃ聴いてた記憶あるもんだって、いぶき。でもやっぱなんだろう、みんなが知ってるのなんだろう、旅立ちの日にとか。かな。快速特急さん、ハートじゃない、クッキーありがとう。イブちゃんもはやダンス面だけど苦手な楽曲とかってする。私絶対ダンス面じゃない、やめてやめてやめて。イブキなんてダンス面なんてな、ダンス面のダすら名乗れないから、私は。あー、桜の花びら、確か。やっぱみんなやっぱ旅立ちの日だね。だってイブキさ、知らないんだよね、その歌。あんまり知らなかったんだよね。なんだっけ最初、白い光の中にだよね。だっていぶきが歌ったやつあれだよ、菅田将暉さんの虹だったよ、いぶき中学校の卒業式。でもコロナだったから、お母さんも後ろ、お母さんたちも後ろ入れないし、マスクもしなきゃだし、歌っちゃダメだったから手話でした。手話で虹でした。さよなら僕たちの幼稚園大好き。さよなら僕たちの幼稚園。やば、現代っ子すぎる。そう、菅田将暉さんの歌だったよ。うん、手話で覚えて、やっぱ歌えなかったから手話覚えて、手話で音楽だけ流れて手話でした。え、知らないとかある？ジェネギャア。うん、知らなかった。私はダメだ、お腹すいた、力が出ない。佐藤ともつさん、クッキーありがとうございます。卒業できそう、できるってば。ここだけの話、卒業式まで校歌を完璧に歌えなかった。だってベキー校歌どんな歌だっけ、校歌忘れちゃった。忘れましたけど歌えてたよ、時は。うん、食べない。だってやめて、誘惑しないで。みんな、いぶきね、3月9まで頑張ってみるから。今まで成功したことないけど、もう高3になるんだし、頑張ってみるんだから。まあやっぱさ、前まではさ、ダイエットはさ、成長期はダイエットはダメっていうかさ、あったじゃないですか。うん、やっぱ食べた方がいいよってなるじゃん、若い頃はね。でも一旦3月9まで頑張ってみる。3キロとします、目標。1ヶ月で3キロっていけるんでしょう。いけるんでしょう。
ね、土日のオンライン楽しみだ。楽しみ。それな、何着よう。何着るか決まってるけど、何着よう。明日バレンタインでチョコ持ってくるメンバーいそう。ください。たまには糖分も必要、少量の糖分は必要よ。明日のブーのお弁当は芋をふかして持っていくのと、薄く切ってね持っていくのと、鶏ハムみたいなの作ったの、こう鶏をこうやって丸めてね蒸すのと、レタスにしますと。お弁当箱に入れたらお腹いっぱいになるでしょう。今日の夜は早めに食べました。今日の夜はね、今日の夜私何食べたんだっけ。あ、きゅうりと大根のサラダと大根と梅干しのスープ初めて作ったと、あ、その鶏ハムみたいなやつくるくるしてさ蒸したやつを3切れ食べましたとさ、ともやしでさ炒めたやつ、もやしってなんかうどんスープみたいなの意外と美味しいのさ、それとかをかけて味付けしたやつを半分より少ないぐらい食べた。一応食べたんだよ。食べたんだけどやっぱお腹がすくよね。それはウーバーイーブしたいだって。今やる気、マック食べたくてたまんないのよ。マック食べたい。毎日プチッと鍋に助けられてる。うわいいね、プチッと鍋に分もしようかな。昨日は何食べたっけ、武器。でも武器はすぐ貧血になる人なのであれです。今日の朝起きれませんでした。今日の朝死んでました。お腹すきすぎて顔色真っ青で、お母さんがおかゆ作ってくれました。昨日何食べたっけ、ベキ。あ、大根ときゅうりのサラダが好きだから、それ食べた。昨日もお母さんにこうやって千切りの大根ときゅうりが美味しいとしそうです。昨日はと鍋を、お母さんたちが鍋作ってたから鍋一杯分終わり。確かにポテト食べたいだって。ポテト食べたい、マック食べたい。モスバーガーにね29日だけね肉肉バーガーみたいなやつがあるらしくてですねあるらしくってあ、マックのクーポン見よう。なんかすいたからマックのクッポン見よう。あ、美味しそう。美味しそう。ポテト L サイズ安くなってるやん。うなぎとも安くなっとる。うわ、いぶき何にしようかな。いぶき卵ダブル LL セットがいい。うまじゃん。それ今月までよ、モス。え、そうなん？今月まで、2月までってこと？2月29、え、待って、前髪うねうねなんだけど、でなんだけど、え、2月29までってこと？え、そういうことなの？マックのチュロスが結構話題や。え、そう、今さっき出てきたあれ美味しいんかな。誰か食べて誰か食べて、代わりに食べてあげるよ。だって食べな食べな、そうやってべきを置いていくんでしょ。別にいいよ、私なんて、私のことなんて何も考えてないからいいよ。別に食べていいよ、勝手に。どうぞご勝手に食べてください。どうせ私は食べれないのでいいです。私どうせ野菜ばっか食べて、
3月急にぶっ倒れちゃうんだけどね。いいもん別に。ウーバーしようかな。いいな、ウーバーが届く地域で。いいな、かだけ。ねえ、クリスマスソング歌わないでお姉ちゃん。本当に。オンラインで食べ始めるときそう。やめてー。お前が眼鏡も変だけど。え、でもね、早めから始めたのには訳がある。たまには息抜きっていうかさ、1日ぐらいみたいな日、1日ぐらいっていう日は大事だと思っておりまして、わかる？だから1ヶ月もあって、1ヶ月ずっとそういうの食べてたら、もう私の体が死んじゃうと思うの、ってなると思うの。だからとりあえずジュースをやめて、お菓子をやめる。でもお昼ご飯とか朝ご飯はできるだけ少量、食べない時は食べないけど、オンラインとかの時はお弁当は食べるっていうのをやる。そしたら1ヶ月でいける？無理？そんなことしてたら無理かな、間に合わないかな。ちょっと誰かダイエット成功したよって人いないの？何をしてダイエット成功したの？ちなみにブキ運動嫌いだから。運動も嫌いだけど食事制限も嫌いだから。MARTIN さん、ハートありがとうございます。こないだのオンラインずっと食べてて可愛かった。だってね、ずっと食べないと食べちゃうの、空きがあると。今日はモスの鳥立つたバーガー食べた。どうしよう、マックとかモスバーガーが食べたい。でもね、いぶきさん、マックかモスバーガーの CM やりたい。絶対美味しく食べれる自信がある。絶対美味しく食べれるから、いぶき粉みたいのしないから、いぶきの。で食べるから CM 待ってます。ほんってして、うーんってしながら、もうマックのポテトも5本ぐらいするから。するからお願いします。モスの CM 来たらマジでバイト100倍頑張る。もうモスね、モスも大歓迎です。モスバーガーも大好き。ちょっと贅沢したい時はモスバーガーに行きます。モスは何バーガーズが好きなの？うわ、照り焼きチキンかな、いぶき。まあでもね、モスバーガーもチーズ、モスバーガー、モスチーズバーガーだ、もう美味しいのよね。サムライマックの CM やったし、リクエストに書いとく。もうサムライマック大好きだから、やらせ絶対美味しく食べますって書いといて。絶対だよ。こんばんは、こんばんは。いぶきがお腹すいた時の対処法は YouTube で、あのね、誰さんだっけな、大食いを見ることなの。みゆさんみたいな方がいらっしゃるんです。みゆかな、いました。みゆさんって方の ASMR っていうか、大食いを見ることなの。いぶきも YouTube 始めようかな。いぶきも YouTube 始めようかな。始めませんけどね。でも言ったの、いぶき言ったの、いぶき YouTube で、 YouTube の出演の方に言ったの、大食いやらせてくださいって、1万円、マック1万円企画とかやらせてくださいって言ったんだけど、なかなか通りません。今日はカラオケ企画をリクエストしてみました。3、4人ぐらいでカラオケに行って48じゃない曲を歌うって。私48ですけど、48じゃない曲の方がとっても上手なんです。
自分で言うことじゃない。あの本当に私この前ので94点とか全然取るんです。あのね、歌ってみたもなんか歌えないあんまり。はい、なんだろうね、なんかやっぱ歌詞なんか AK48 はさみんなで歌うじゃん。だからもうほんとワンフレーズワンフレーズとかだし、一人で歌うってなってもやっぱ息継ぎがすごくすごく大変だけど、なんか歌手とかの方は一人で歌ってらっしゃる方とかもさいるからね。最近私は個人ボイトレを習い始めました。こんばんはって、こんばんは。めっちゃ目乾燥してんだけど。ご飯1万円企画はクラウドファンディングでやりますかねって。何それ。でもね本当にやりたいのか、 TikTok とかでやろうかな。こんにちは、今から ASMR していきます。ってやろうかな。でもね、音が綺麗なのは得意じゃない。多分一眼飴とかでしょ、音が ASMR とかはいい音ってなるの。でもいぶきはいぶきはなんかハンバーグとか唐揚げとか白ご飯を食べたいから ASMR にするととても音が不快に感じる方がいらっしゃるかもしれない。口を閉じててもやっぱ聞こえるものは聞こえるかもしれないからマイクを離れておかなきゃいけないでも最近本当に袋がちっちゃくなったのが私嬉しい、嬉しいような悲しいような。忘れていいよ。3キャンディーかな、チョコが。ありがとうございます。結局食べてるだけのとか、え、そう仕事だからって言ってお母さんに買ってもらおうかなみたいな作戦なんて思ってないから。佐藤保さん、クッキーありがとうございます。いぶきの胃袋、そういぶきの胃袋最近ミニサイズ。この前いぶちゃんの行ったラーメン屋に行ったよー、だって美味しいでしょ。あれ昔からあるのかな、お母さんラーメン食べたーいってなったらそこに行くことが多いですね。美味しいよね。しかも遠出してる時にさやっぱ外食っていうかお昼ご飯をさ食べることってさ、わざわざ家から出てご飯だけ食べ行くみたいなことはめったにないから、ちょっと遠出をしたいなーみたいな、出かけてご飯お腹空いたってなってご飯食べるとか、マック行く夜みたいなのが多いですね。私がとても好きな幸せな時間があってさ、イベント終わりでその日は泊まる日とするやん。泊まって次の日がオフで次の日福岡帰りますって時にお母さんがね毎回ね空港送り迎えしてくれるの。だからその朝の便で帰ってくることがほとんどだから、お昼ご飯を帰りながら帰る途中でマック寄ってマックドライブスルーして帰りながら食べて家帰ってもう寝るってのがとても幸せな時間。イブちゃんが見たくてショールーム入れたよって、本当嬉しい、ありがとう。空港でご飯食べたりする、たまにひじりとかとするよ。クリスタルさん、クッキーありがとうございます。
こんばんは、今来たよだって、ありがとうございます。こんばんは。大分の仕事か、うん、東京で帰ってくる時とかね、ですかね。マックマジで美味しいよね。勤務中つまみ食いしたくなっちゃうんか、こ首いや本当に美味しいよね。なんて美味しい幸せな食べ物がこの世にできたんだろう。いぶき、アメリカ行きたい、ハワイ行きたいの。アロハーって、いぶき知らない人にいっぱい声かけるよ。アロハーって、ハロージャパニーズアイドルっていっぱい言うヘイヘイヘイジャパニーズアイドル、ジャパニーズアイドル、ハローアロハアロハーって言うわ言わんけどだってやっぱさ、海外の方とかはさ、そのフレンドリーな方とかが多いイメージ、イメージ的にね、あるじゃん。なんか仲良くなれそう。アロハーってヘイヘイアロハーって言ったら仲良くなれそう。ベトナムでもいぶきバイクの人とイエーイって帰ったもん写真なのかとさめっちゃおもろいのがさ、あのナナカといぶきとマネージャーさんでご飯に、ベトナムのご飯にちょっと抜けますとか言ってご飯を食べに行ったの。美味しいレストラン屋さんがあって、マネージャーさんもついてきてもらってね、食べたんだけど、その時になんかバイクがベトナムいっぱい走ってて、それがタクシーみたいな、タクシーだったの。バイクタクシーっていうのかな、そうバイクタクシーで、なんかちょっと乗りたくないとかなっちゃって乗りました。ベトナムは2人まで乗れるらしくって、後ろにね、だから3人乗るみたいなできるらしくって、乗せてもらって、そうでホテルまで着いてなんかイエーイってこうやって自撮りをしてイエーイイエーイってこうしてたら、バイクのおじさん、お兄さん、おじちゃん、まあお兄さんもこうやってってしてくれて、イエーイ Thank you thank you バイバイって言って乗りました。アキちゃんとも乗ったアキちゃんとも乗りました。私3回乗りました、ベトナムでバイク3回乗りました。安いの？わからない、値段はちょっとわかりませんけど、乗らせていただきましたね。初バイク、初バイクじゃない、お父さんの後ろにマンション家一周してもらったことがあるけど、こうお父さんもゆっくり進んでくれるからさ、それブーンって行くのは初めてでございましたね。楽しかったです。免許持ってるの？持ってない、持ってないのよ。あきちゃんと二人でイベント出るの珍しいね。あ、そう、あきちゃん、あ、てかあきちゃんとね、ベトナムの時同室だったの。超楽しかった。マネージャーさん連れて、なんか今から自由時間みたいな、みんな各自お部屋でのんびりしてたの。その日の夜にもう帰るから、お風呂入ったり片付けたり、まあ寝たりとかゆっくりしてたんだけど、いぶきとあきちゃんはギリギリまで遊びたいってなって、で一人マネージャーさん、二人のマネージャーさんも行きたい行きたいってなって、マネージャーさんと私とあきちゃんでお出かけした、ベトナムを超楽しかったな。いいね、だっていいでしょ、あきちゃんやっぱ末っ子やなだって楽しかった。
豚の風船買いましたね。結構前じゃないですか、ベトナムって。今ベトナムの話しようけど、結構前じゃない、ベトナムって。話すのもそう。やっぱ海外の冒険は楽しいよね。だって楽しいけどさ、やっぱお母さんとか家族はいぶきがもう全く日本語しか喋れないから心配なのよ。だからお母さんにさ、バイク乗ったよーとか、今からここ行くよーみたいな、今からちょっとブラッとしてくるよーみたいな言ってたら、気をつけてねって、迷わんようにねって、めっちゃ心配される大丈夫、最近翻訳機があるからって言いながら本当に気をつけてねって。あのひよこ飾りつけてるの面白かったし可愛かった。あのね、ベトナム、あれはなんか、ま、歩きながら売ってるおばあちゃんがいて、おばあさん、お姉さん、おばあちゃんがいて、そのおばあちゃんがなんかめちゃくちゃアピールしてくれたから買いました買っちゃいました、はい。いたいた、なんかやっぱそう、ベトナムの言葉でなんかいっぱいアピールを、これこうかわいいよみたいなことを言ってくれてたのかな、だったので買っちゃいました。オッケーオッケー、2個ツツツツツッつって買って、こうやってピピッてつけたら、なんか他のもいろいろ勧められた、これもこれはって、うーんって迷ったら、マネージャーさんにお金ないよって、そんなあなたお金持ってないでしょって、あ、ソリソリソリって言ってソリって言って、あのひよこさんだけ買いました。可愛いでしょあのひよこさん。まだあるよ、うちに。いぶきさんは温泉はお好きですか？だって温泉めっちゃ好き。マネージャーさん優しい。ね、優しいよね。楽しかったな。お小遣い持って行ったの、だって。ううん。なんか、なんと社長さんがこうやっていただいて、でも私それ足りなくて、一応お母さんにもお金をもらってたから、それをなんかお父さんとお母さんに向こうで遠慮してさ、お金もやっぱ値段もこそいくらいくらってさ、あれもわかんないからさ、足りんか、そのカードとかを使えたりするらしいのね。でもいぶきはまだカードを持ってないから、足りんかったらかわいそうってお父さんが言って、お母さんが、そのお父さんが、お母さんがくれました。多めに全部使っちゃいました、いつの間にかやっぱ日本よりベトナムの方が価格が低いんだって、安いんだって。でもなんかいつの間にか使ってました楽しかったぴったり使い切った最後の最後にもぴったり使い切った、社長さんの分も合わせてそう、楽しかったあったらある分だけ使っちゃうよね。そう、使っちゃったよ、いつの間にか。あれ、何私買ったっけと思いながら、そう、いやいや、日本とかではやっぱその分かってますから、これがこんないくらって分かってるけど、このベトナムはこれがいくらって分かんないから、もうとりあえず What's what って言いながら、いろんなお金をフィンって出して No って言って、うん、うっって出して、うっうっって出してざわがよくで、あ、違います、これはこれ出しすぎです、出しすぎ
ら結果オーライ。いぶきはカード持ったらどうなるんだろうだって。いやいや使わないよそんな私お金、お金使い荒くないですよーんと。ちゃんとお小遣いとお年玉貯めてるんでございます。出しすぎです、そう出しすぎです、いぶきさんって言って教えてくれる。すごいよざわあの子は。食事は私たちはもう何も出してません。でもなんかねベトナムにあるね空中ブランコみたいなの乗ったのギコギコ言っててめっちゃ楽しかった。超怖かったけどね。マネージャーさんが横にね動画撮りたいから乗ってくれて2人で乗ったんだけど、手動なの回すのが、なんか長い棒みたいなのでボタンを押してさ押してさ、怖かった、ギコギコ言っててさ、もう怖いと思いながら楽しかったメイクさん、その時はメイクさんも一緒にいて、マネージャーさん2人とそのメイクさん2人とアキちゃんとユキで行ってて、その歩いてる時に空中ブランコを見つけたから空中ブランコ乗りましたね。公園のなんかポツンとあった空中ブランコがポツンとあった、なんかちゃんとした遊園地じゃなくて公園の中に作ったであろうポツンとある空中ブランコに乗りました楽しかった。ゴーカートもなんかあったよ、公園内こう走れるのって乗れなかったけど楽しかった。ひろきさんクッキーありがとう。無料、いやお金かかった気がするって言って乗ったらお金請求された。あもうそりゃそうだわと思った。あ、ソリソリって言ってお金をなんかポイって見せて取ってもらいました。あーピッピッ OK って Thank you thank you って言う。カイホッケーマンさんクッキーありがとうございます。カイ速特急さんハートありがとう。クッキーありがとうございます。社員旅行でマレーシア行ったけど楽しかったよ。動画も日本の半分以下やったっけ。めっちゃ買い物したって。ねえ買い物した、私も洋服とかカチューシャ買った。あ、海外の方こんにちは、ハートありがとうございます。ハリネズミさん虹色の詩ありがとう。平井物語の漫画読んでて出遅れましただって。お帰りなさいませ。いぶきちゃんモテクイーン決定戦90位だって。イエーイ、何それあなたはとても美しいだって。 Thank you beautiful I am beautiful Thank you。 あ、はい、平家物語知ってたし。専門学校の研修旅行でオーストラリア行ったっていいな、素敵だ、いいないいな。いぶきもいろんなところに行きたい。私はインドネシアから来たんですって。インドネシア行きたい行きたいって問題じゃないか、行きたい。インドカレー、カレー食べたい。いぶきカレー大好き。カレー食べたい。みんなバレンタイン作った？女の子たち。
男の子も作った。インドネシアとインドは違うだって。ごめんなさい、普通にマジでごめんなさい、ごめんなさい、わざとじゃないんです。インドネシアですね、すいません、わざとじゃないです。インドネシアも行ってみたい。チョコパイ食べてましたって、いいなーいいな、いいな。チョコは、いぶきはね、生チョコ得意。生チョコってさ、超簡単じゃん、超簡単で超美味しく作れると思うの、だから楽ちんだよね。めっちゃ美味しいもん、生チョコ。イブちゃんこんばんは、今日もお疲れ様だって、ありがとう。お疲れ、みんなも。大好きだって、ありがとう。ネイルしたい。うわ、割れそう、これ危ないぞ。爪はいぶきさ、すぐ割れるっちゃんね。うわ、これ割れるな。うわ、伸ばしてるのね。うわ、これ絶対割れる、見て見て、あ、見えないの、えい、見えないの、これ絶対割れると。でもだってひび入っとるもん。これ私割れます、切りましょう。トラ、寝の子のトラは寝ていて寂しいね。トラちゃんね、向こうの部屋にいるよ。わあ、最悪だな。伸ばしてたのに、ネイルのために。爪薄いのかな、多分すぐ割れちゃうんだよね、マジで。ちょっとパンとかって、うー痛いってなったら割れてたり、なんか公演中に割れてることが多いんだよね。伸ばしてるのに今私が。明日バイトでチョコもらう予定、かっこ予定とは。もらえる？本当にそれちゃんともらって、頑張って。爪を厚めにしたいね、それな。悲しいんだけど。ポタク、クマシャン、ありがとう。こんばんは、こんばんは。にゃんにゃんにゃん。友チョコは買う派？作る派？友チョコ私どうだったっけ？買う派ですね、私買う派です。詰め合わせタイプでした多分。昨日ネイル行ってきた。黄色にキラキラしただって。かわいい、見せてぜひ。明日劇場行くからチョコください。やだよー、逆逆いぶきが欲しい。香港のジャッキーさん、クマありがとう。クマ、ショイさん、クッキーありがとう。トッシーパさん、バだった、うまい、ありがとうございます。昨日職場でギリチョコもらっただって。大事大事、嬉しいよね、チョコもらえるの。ちょっと前に爪にそうに割れて、あーってなったって。わかる、あるあるだよね。手作りと高級チョコ、正直どっちが嬉しい？どっちも嬉しいですね。逆セーターまた言ってくれないかな。
何それ何何逆生誕って。ホワイトデーって何渡したら嬉しいもんなんだって。え、チョコじゃない、わからないチョコじゃないですかね。ホワイトチョコとか、ホワイトデーだからホワイトチョコ、わかりまへんぬぐひでさん、クッキーありがとうございます。いぶきちゃんからはいつも元気をもらってるよ、ありがとうね。こちらこそありがとう。あやなちゃん、パティシエの友達からチョコ詰め合わせもらった。いぶきにはないの、食べたい。クマのチョコとか作ってくださいって言ってて。カントリーマームが好きだって。美味しいよね、カントリーマーム美味しいよね。オカモさん、クッキーありがとう。チョコをチョコで返すの、え、じゃないの、わかんない、じゃない、チョコだった気がするよ。私もらったことあるのはチョコだった気がします。ホワイトデーといえばマシュマロをあげる時代があったと。え、マシュマロ、マシュマロ美味しいよね。バレンタインデーとかホワイトデーとか遠い昔昔の思い出でした。てんてんてんなって、悲しい。バレンタインは年齢なんて関係ないです。 JK の時バレンタインは20人以上の分にあげなきゃで、業者並みに大量生産しちゃう。いいな、前ももらいたい、それ紛れ込みたい。ホワイトではマシュマロかクッキーだった。マシュマロなの。いぶきにマシュマロぶん投げられたい。あのきのちゃん、クッキーありがとう。今週末のオンライン楽しみにしてたよって。楽しみにしてるね、ワクワク。ポタくん猫にゃん、ありがとう。チャックで止まらないから止めて。じゃあ今から1分間息を止めてください。そしたら止まります。リバランスさん、バラありがとうございます。ホワイトデーはバームクーンでお返ししてたって。素敵だわ。なんかさ、いぶきはめっちゃ仲いい子にはそのくれた子とかには詰め合わせ、ちゃんとした詰め合わせとかを返してたけど、やっぱ先生とか中学校はねとか普通にクラスの子とかみんなにみたいなあげたいタイプだったから、あのもうみんなにあげるみたいなテンションの人だった、テンションだったからさ、なんかキットカットとかね、袋のキットカットとか入る人いる人ってこうやってあげる。で毎年くれる子とかこういう包んだ詰め合わせをいつもありがとうありがとうって言ってた。それが今も続いてスタッフさんにもあげてるみたいなテンション。いやちょっとさ、ホワイトデーをもらいたいみたいな子あって、ね、チョコを食べたいみたいな。だって自分でさ、なんかこういうさ入ったさチョコとかさ買わないじゃん。だからクラス全員にあげてたら、キットカットの子、カントリーマンとかもあげてた。あ、いぶきあれあげてたよ、チョコパイ、パイの実とかをさ、イエーイみんなあげる、ハッピーバレンタインってあげてたら、あれだったね、たまに返してくれる子がいて、えっ、よしやったやったとか思ってさ、女の子もありがとうバレンタインみたいな感じで返してくれて、なんかホワイトでやったーみたいななんかキットカットですみませんとか思いながら、キットカットとかパイの実ですみませんとか思いながら、なんかもらってた。楽しかったな。学校
校にチョコ持ってきた全員が説教されてた思い出って確かに怒られる時は怒られてたかも、先生によっては怒られてたね。確かに確かに。30秒が限界で息の根がなんとかそうなった。え、1分耐えられなかったの？1分我慢、息を我慢したら止まるって。息、あ、息、息じゃない違う違う、私は本当にしゃっくりが止まるかなって思っておすすめしただけなので、はい。レモンさん、チョコありがとうございます。中学校の、中学生の頃バレンタインデーは下駄箱を開けるのがドキドキだったって。うわ、いいな、いぶき男の子になりたかったかも。ちょっとバレンタインデーもらいたい、いぶきもチョコチョコ欲しいいいね。メンバーからチョコもらったことはあったりしますか？あるある、メンバー同士でしかないね、ほとんども HKT 入ってからは。広飛びすごっ。クレナ何か作ってないかしら。なんか作ってた作ってた、作ってたよ。もらえる男子は限られてるのよ、てんてん。そうそう、だからその時用に武器は救世主だから、そのみんなにやっぱ平等にね、みんなにチョコを配らないと。やっぱ土壌ではないですけど、やっぱその行事ごとが好きというものもありますので、はいね、救世主でしょみんな。いぶきと同じクラスだったらみんなもらえてたよ、きっと。買ったかパイのみか、うんうん。浩平クッキーありがとう。そうでしょ、さすがでしょ、みんなに今褒められてる、キャッキャッこんばんは、こんばんは。いいなだって。もうね、女の子にも全員にあげてた。もうクラス、同じクラスだったらクラス全員にあげてるから、そう、38人とかにあげてたね。その中からやっぱ仲いい子はほいっていう、たまに作ったりなんてして、仲いい子とかにはやっぱ手作りとかはさ大変、もうすごいなと思う。なんかみんながさ美味しい手作りを持ってきてくれるとさ、すごい嬉しいよね。すごい、こんな量いっぱい作ってって思いながら。みんなにあげてどれくらいお返し来た？あんまり覚えてないけど、ほんと数人だったと思うよ、返してくれてて。 Thank you, thank you って見ながら。小学生の時好きな男の子にバレンタインあげてお返しもらえた時めっちゃ嬉しかった思い出、懐かしい。だって、うわ、いぶきもなんか本命チョコとかあげたことないな。お父さんとかにはね本命チョコじゃなく、なんかね醤油チョコみたいなとかあったりして、お父さんとかにいっぱいネタ系あげてました。中1で入ったからね HKT に。私は昨日ひなたんがショールーム配信でチョコ作ってましたね。だって、そうなの、かわいすぎる、かわいい。醤油チョコ、そう、なんかね普通に醤油の瓶に、醤油みたいな瓶に入ってる麦チョコみたいなやつですね、普通に
をあげてたりしてたお父さんに。もうそんなこともなくなりましたけどね。今日はゆうちゃんが作ってだってかわいい。みんなバレンタイン作ってる。私欲しいな。ください。安井さんはイブちゃんが好きなんだね。ねえ、かわいいよね。とってもオタク大好き。チョコありがとう。ルイス、チョコありがとう。わあ、おいしそう。いちごチョコ食べたい。いぶきさ、思うんだけどさ、バレンタインってさ、女の子が私やん、好きねみたいな私やん。で、ホワイトデーに好きですって渡すこととかないのかな。推しメン食べる専門で可愛いな。え、本当にもうみんなが作ったやつを食べたい。私はだから今日バレンタインがバレンタイン公演やっとるやん。羨ましいとっても羨ましい。いぶきも今年のネタチョコ何にしようかなと思ってたね。クソ、幼虫と博多チョコで終わったな。バレンタインもらえなかった時点で片思いやもんな。だって確かに、確かに、なるほどね。切ない。みんな頑張って、ファイトファイト。チーム H でもやってほしかったってね。土日とかだったらね、やれてたけどね。うん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 。最近バレンタインで男性が告白することもあるよ。だってそうなんや。素敵な時代ですね。チョコ食べたくなってる今私。たまにさ、プロみたいな子いない？ごく稀に。めっちゃプロみたいな子いない？てか毎年お姉ちゃんの、一番上のお姉ちゃんの友達がね、バレンタインくれるの、めっちゃ美味しいのを。今年なかった。この日忙しいんですね、きっと。毎年楽しみにしてたからさ。やっぱ高校、中学生までは友達いたからさ、渡しててもらってとかしてたから、いっぱいチョコ食べてたけどさ、この時期、この時期っていうかバレンタイン。高校生になって多分なんか行事ごと好きなの私だけな気がしてさ、行事って楽しいよね。ハロウィンも大好きだもん。だってお菓子ハッピーハロウィンって言ってって言わせるもんスタッフさんにも持っていく時に、すいませんハッピーハロウィンって言ってくださいって言ってもらって、ハッピーハロウィン。ゆうちゃん友達いないの？そうなの、高校生。私高校友達いないの。かなぴ、明日先生にチョコあげて2時間くらい負けてもらおうって。ありだな。先生、あのバレンタインチョコあげるんで、あの2時間くらい消していただいていいですかね。はい、私このために2時間くらい頑張ったんでとか言おうかな。明日学校でキットカットあげたら。できないよ、そんなの。だって一言も学校で発したことないよ、言葉は。私先生としか言葉発したことない。うん、できないです。私はもう高校生になった、できない。オンラインおしゃべり会も楽しみだってね。あと少しです。皆さんオンラインおしゃべり会まで来る人、オンラインおしゃべり会来る人。イブちゃんと友達になったら毎日学校楽しみでしょうがないと思う。楽しいと思うよ、イブと同じ学校になったら絶対に
絶対に楽しいよ、みんな。お、はーい、だっていっぱい来てくれる、みんな。お友達になりたいです。いいよ、放課後残らせるけど大丈夫。今日放課後残れる人とか言ってさ、遊ぼう。イブちゃん隣の席に座ってて話しかけのすごいなぁ、だって楽しいよ。え、でもビキ授業中は結構静かだよ。授業中は静かですって。いぶきのキック会まだかな、だって。開催しましょう、大濠公園とかで開催しましょう。残りも残りでも何でもします、だって。楽しいよね、学校って。中学校は楽しかった。中学校は楽しかった。イブちゃん何時まで入り、何分まで入りしますか。22時に切れます。ピュンピュン、キュッと。すごく可愛くて明るい子いるなと思いながら遠くの席から眺める。いやいや、あのね、みんなねこうやってね言ってくれてるけどね、多分、同級生だったらそう見えないよ。本当に本当に見えないよ。だって普通にさ、仲いい子4人、あの4人組っていうのかな、3人仲のずっと仲いい子がね、中学校の時からずっと、1人は幼稚園から一緒で、あとは小学校から一緒の子がいて、中3で初めて4人が一緒のクラスになって、中3でいきなり仲良くなって、今もずっと仲いいんだけど、いつも遊ぶってなったらそこの4人なん、その4人で遊ぶんだけど、なんか SNS とかフォローしてくれてるからさ、なんか言われるもん、なんか変な感じするって。そう、だからそんなもんだよ。普通にそんなもんでございます。何して遊びますか。ご飯食べ行くことが多いね。韓国料理とかが多いですかね、と。若者は。ガッハッハッハッ。ってことで、今何分なのかしら。54分、57分になったらランキング読みます。ツッチーさん、ハートありがとう。あ、白飛び。ハートありがとう。タクキャンディー、ありがとう。みんなのおかげでイブキの空腹めちゃくちゃ紛れれた、ありがとう。チュンさん、ハートありがとうございます。韓国料理いいよね。ね、美味しいよね。これめっちゃトラに似てんだけど、めっちゃ似てるよね、トラみたい。明日久々会えるの楽しみすぎるなんて。ね、明日よき公演なのめっちゃ楽しみ。どうちまちょ、久しぶりの公演忘れてないかな。モンカールさん、何これ何この飛行機みたいなの、ありがとう。ヤンニャムチキン食べたい。いぶきはチーズトッポギ。あのさ、辛ラーメンのなんだっけ、クリームみたいなね、なんかね辛くないのがあるのよ、なんだっけな、それがめっちゃ美味しいよ。チーズかな、チーズがかかっててね、超美味しいのよね。お腹すいた。
ドゥンドゥンドゥン、早く公園来て待ってるね。23だっけな。キンパ食べたい。うわ、チーズキンパ、チーズキンパがいい。いぶき、あればお腹すいた。マック食べたい。マックのセット食べた。うんうんうん。りょうきち、ハート、ありがとう。明日楽しみすぎて行くとき事故らないようにしないと気をつけてきてくださいね、皆様。待っております。あ、待って、ツイッターする、いぶきは。え、待って、写真あるっけ。ないかも、ないかも、ないかも、ないです。うるさーい。お姉ちゃんですね。結局おいしいものってカロリー高いんやね。それな、ほんとにな。自撮り撮る、いぶき自撮り漏れない、たどりがいい。明日のユニット何かな、何だと思う、何だと思う。ではいぶきのランキング読んでいきたいと思います。15位海賊特急さん、14位海ホッケーマンさん、13位杉太郎さん、12位ミノルさん、11位ターくんさん、10位ソイルホースさん、9位イブキチ、8位ニワトリさん、あ、唐揚げ、あ、ヤンニョムチキン、7位香港のジャッキーさん、6位安1983さん、5位ポタク、4位アオイちゃん、3位ポンポマル、2位フランさん、1位シュンさんです。ありがとう、ありがとうございました。皆様、今日急にやったけど来てくれてありがとう。みんなありがとうね。もうブは寝るよ。まつげが落ちてるね。ってことでバイバイ。白飛びすごいねやっぱ。ありがとうございました。今日もみんなのツイッターを覗きに行きたいと思います。ジロ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 。ってことで、皆さんいいバレンタインをお過ごしください。もう終わるけど。もう終わるけど、いいバレンタインをお過ごしください。ゆうきは明日の勉強を教えます。えらい私。可愛くて癒されたーって。もう僕もみんなに元気もらったー。おやすみだって、おやすみー、みなしゃーん。ねえ、声聞こえてんだけど。ってことで、バイバイ。あれ、まだ、まだ59、あ、10時になると思うから、バイバイみんな。夢でチョコもらうだっていいね。ハッピーバレンタイン。